皆さんこんにちは。上を向いて歩こうで活躍した歌手である坂本九さん。今回は大島花子が父親坂本九へ告白した思いと、39年さえ発覚された日航機墜落事故の実態について紹介します。まずは坂本九の経歴とプロフィールから紹介します。坂本九は日本の歌手俳優タレント司会者、神奈川県川崎市川崎区出身、愛称は九ちゃん、妻は女優の柏木由紀子、柏木との間に娘が2人おり、長女は大島花子、次女は舞坂由紀子、実祖父は茨城県新居浜郡田節村、またサックス奏者の阿部薫は「おい上を向いて歩こう」「見上げてごらん夜の星を」「明日があるさ」と数多くのヒット曲を出し、全世界におけるレコードの売り上げは1500万枚以上に達した。また映画や舞台の俳優、テレビ番組の司会など多岐にわたり活動していた。大阪府在住で自身の元マネージャーの香川博之が立候補した1985年9月9日実施予定の羽曳野市議会議員選挙に応援として翌13日に行われる事務所開きに駆けつける途中、日本航空123便墜落事故に巻き込まれ死去、43歳没。坂本は本来国内移動には日本航空ではなく基本的に全日空を使っており、所属プロダクションや妻の由紀子も手は必ず全日空でと指定していたほどだった。しかし当日は全日空便が満席で、飛行機やホテルなどを手配した招待側の側近はチケットを確保できず、仕方なく確保したのが日本航空123便であった。坂本と親交があったプロボウラーの矢島純一は、事故の1週間前に坂本の家でこの件を知らされ、全日空に変えることを勧めたが、坂本はせっかく送ってもらったからと言って変えなかったという。事故の数日前、全日空が満席で日航しか取れませんでしたという立候補者の側近からの誤りの電話が入っていたが、当時電話を受け取った由紀子は忙しく、また勘違いをしていたこともあり、事故が起こるまで特に気に留めていなかった。そのため家族も事故当日のうちに乗客名簿が発表されるまで日航機に乗っているはずがないと信じていた。1985年8月に起きた日航ジャンボ機墜落事故から間もなく39年となる。犠牲となった乗客乗員520人の中に、見上げてごらん夜の星をや上を向いて歩こうで知られる坂本九さんがいた。父と同じ歌手となった長女の大島花子さんは名曲を受け継ぎ、命の大切さを訴え続けている。未だに8時12分のデジタル時計を見るのも嫌、一年で唯一早く終わってほしい日、大島さんは命日を迎える心境をそう話した。8月12日当日は母の柏木由紀子さんや妹の舞坂由紀子さん一家と墓参りをした後、みんなでできるだけ楽しく食事をしている。寂しさを感じなくて済むようにしており、楽しく笑って一日が終わっていたというのがベストの過ごし方という。1985年の事故当日のことは脳裏に焼き付いている。テレビ画面に飛行機が行方不明になったとのテロップが流れた。父が乗っていた飛行機かもしれないと母に伝えた。自宅に報道陣が押し寄せ、妹と知人の家に預けられた。家を明るくする太陽のような存在で、一緒にいるととびきり楽しい父、仕事で家にいない時間も多かったが、おはようや行ってらっしゃいなどのメモ書きを置いていってくれたり、電話をこまめにしてくれたり、いつも家族を気にかけてくれていた。数日後、その父の死を週刊誌の表紙が伝えていた。行ってらっしゃいと見送り出て行った父がもう帰ってこない。現実を認めたくなくて感覚が麻痺したような状態が続き、事故から1週間後の告別式でも涙は流せなかった。母や妹とは父のことをなるべく口にしないようにした。思い出にしてしまうと父が過去の存在になる。それぞれの誕生日を盛大に祝ったり、旅行の計画を立てたりするなど、父に代わって家族のまとめ役を担ってきた。周囲からまるで長男だねと言われるほど、父が自分の中にいるのではないかと思うくらい家族を守らなきゃと思っていたと振り返る。生活が激変しても父が好きだった音楽から離れることはなかった。大学進学後はミュージカルにも挑戦し、自ら作曲してライブ活動を重ねた。
卒業後は派遣社員や塾講師としても働いたが、自分には歌しかないとの思いを強くした。30歳を迎えた2003年12月にメジャーデビューが決定。 CD には父の名曲の中でも特に好きだった見上げてごらん夜の星を収録した。ただ同じ世界に入っても国民的歌手だった父のようにテレビで注目されるわけでもない。坂本九の娘を重荷に感じるようになっていった。父が過ごした時代と今は違う私にしか歌えない歌がある、そう自分に言い聞かせていたが、私は私、大島花子という人間を見てほしいという思いから娘と言われるのが嫌だったとブログに綴ったこともあった。転機となったのは2011年の東日本大震災だ。悲劇を懸命に乗り越えようとする被災者のニュースを見るたびに、悲しんでも悔やんでもいいと伝えたいと思った。私はまだまだ全然立ち直れていません。悲しみは私の一部として一緒に生きています。福島県内の仮設住宅などを回り、事故後の気持ちを率直に伝えた。上を向いて歩こうを一緒に歌うと涙を流す人もいた。たくさん泣くことができてすっきりした。私も前を向いて生きていくなどと声をかけられた。大切な人を突然失っても幸せに暮らせる未来がある。被災地でライブを重ねる中で自分自身が歌うことを通じてそう示すことができると思えるようになった。被災者への支援を続ける中で悲しみの中にある人に寄り添うグリーフケアという取り組みを知った。蓋をしてきた悲しみにしっかり向き合えるのか恐怖すら感じたが、ファシリテーターの講座を受けることにした。同じ体験をした者同士で話し合ったり、芸術作品を作ったり、悲しみへの向き合い方には様々な形があることを知った。泣かないことで自分自身を支えてきたが、それもグリーフケアの一つと知り気持ちが楽になった。歌手としてこれまで伝えてきた無理に克服しなくていいというメッセージも大切だと改めて分かった。心に少し余裕ができて、家族と一緒に19年夏に墜落現場となった御巣鷹の尾根に登ることにした。事故から20年となる05年に最初に登った時は当時のテレビ映像などが思い出され、父の墓標さえ直視できなかった。事故が現実だったことを知らされる場所であり、その後もなかなか近づけないでいた。家族と一緒に訪れた登山では父の墓標だけでなく他の遺族の思いも感じ、事故から30年以上が経過しても登山道などが整備されていることに感謝することができた。悲しみを受け入れながら手をつなぎ日常を慈しむ、誰かの傷ついた心に希望を手渡しできるように生きていく、そう誓った。歌手として歩み続けて20年、現在全国各地で開催している周年コンサートでは父と過ごした思い出を往年の名曲とともに伝えている。坂本九は手話が好きで、私も小さい頃に教えてもらっていた耳の聞こえない人がいても音楽は少し工夫すればみんなで楽しめるんだよと言っていた父の姿を思い出し、来場者に簡単な手話を教え、夕焼け小焼けを一緒に歌ってもいる。今年1月の能登半島地震を受け、コンサート終了後には被災地への義援金となるバッグなどのグッズ販売も始めた。今週には石川県内を訪れ被災者に直接歌を届ける。今は歌を聴いている来場者の様子から自分自身の歌を楽しんでくれている、手応えを感じることができるようになった。必要としてくれている人のところに行き歌を届けなければいけないと思っている忙しい日々の合間に、数ヶ月に一度は父の墓に足を運ぶ。人を楽しませるのが好きだった父ならどんなコンサートにしているかな。墓前で悩みを打ち明けるうちに自分が本当に思っていること、やりたいと考えていることに気づくことができる。嘘をつくことができない鏡のような場所という。事故から39年となり風化を懸念する声もある。私は未だに事故に向き合うことで精一杯で、再発防止を訴えるなどの問題提起をする側に移れてはいない。ただ空の安全を守るのは当然だし、何よりも命を仰ごとにする社会であってほしいと言い続けていきたい。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。